いやー、見えます？雪降ってやんの。いやね、いや今日ね、まあ、休みだったんでツーリングに行こうと思ったんですよ。で、まあ、準備してさあ出ようと思って出たわけですよ。そしたら雪降っててどうしようかなと思って、いや雪降ってさ、まあ、積もることはないだろうけど、まあ滑ったらやだなとか寒いなとかちょっと思ってですよ。それで結局じゃあどうしようかなと思って、じゃあバイクの整備しようかなと思って、でバイクの整備してたら、まあ掃除とかねしてたら、あの雪が止んだんですよ。あ、これいけるじゃねえかと。でまた準備をして外に出たら雪降ってたんですよ。でもうさ、2度目だから準備したのがいいやと思って、で結構降ってたんですよさっきまでね。うん、でまあ準備したからもういいやと思って、もう行っちゃおうと思って、まあ、ツーリングはちょっと行かないですけどね、うん、寒いしじゃあどうすっかと思って、それだったら南海部品とかちょっと行ってね、まあ冷やかして帰るかみたいな。何話すってわけでもないからね、まあ、いつも基本的に、ね、話す内容は考えないんですよ。うん、行き当たりばったりの話ですね。その方が楽なんですよ。まあ、まとまってないから編集でなんとかごまかすっていうところはありますけどね。特に話すこともないし、まあ、南海部品に行って何するんだっていうわけでもないから。まあそろそろエンジンオイルを変えようかなと思ってるけれども、それぐらいですよね。エンジンオイルはだって自分で変えるしね、オイルフィルターも変えるかんじゃ、フィルターだってネットで買うしね、まあオイルもですけど、だから特にやることっつうか買うものもないわけですよ。昼飯買って帰るぐらいの感じですよね。あ、そう。じゃあ話すこと考えよう。考えようっつうか今考えた、思いついた。あのね、3月の21日祝日なんですけど、それ合わせて前後、3日間。20、21、22かなくらいで、あの紀伊半島、まあ和歌山ですね和歌山の方にまあ半分仕事ですね。半分仕事半分観光みたいな感じで行くことになりそうなんですよ。それでね、まあ、まあ半分仕事って言っても、あのね、交通費の支給っていうのがない、多分ないんですよ。それでだよ、交通費どうすんだな、どうすんだってなってね、まあ車で行くってっていう、まあそういう方向で考えてたんですけど、最初はね、その話をもらった時に、電車だとねちょっとね、まあ、味気ないっていうことはないけど、なんでまあ車かなと思って、
うん、全部高速でね、高速で行って帰ってくるっていう、まあだから朝早く出てもう本当に夜遅く帰ってくるっていう感じですよね。多分片道でね7時間6時間7時間ぐらいじゃなかったかな、うん、和歌山までね高速使えば。だけど3月でしょう。でちょっと暖かくなってきてるでしょう。これバイクじゃねえかなと思って。GB250 の出番じゃねえかなと思って、うん、まあ、ああ、まあだから出発前にはねちゃんと点検とかしなきゃいけないですけど、まあいつも乗ってるし、まあ片道600キロぐらいかなくらいだから、まあ2泊あったら行って帰ってこれるだろうと、うん、どっかで2泊してね、うん、で21日の仕事終えてからの、まあ観光的な、うん、まあそんな感じですよね。近く入るか、うん、うん、まあそんだけなんですけどね、うん。だからね、ちょっと今どうすっかなっていうとこですよね、うん、どうしよっかな。あ、だからさ、その電気代はそんなに、電気代じゃないよ、交通費電気代ってなんだ今あのバッテリー見ちゃったから今電気ってなっちゃってだから今バイクで行けるかどうか交渉中ですよね、その交通費関係で。バイクで行けば安いよっていう、安くなるからバイクで行かせてくれよっていう話を今してるんですけど、まあ、ただ暇じゃないんで暇じゃないんで、その、まあ、3日間千葉にいないっていうことはね、ちょっとどうなのっていう話にはなってはいるんですよ。まあ分かんないんでこの辺で食べててもしょうがないから、とりあえずお店行ってきます。うん、どうしようかなっていうバイクで行けるかなっていう感じですね。うん、だからね、まあこの前ツイッターにもあげたんですけど、東京出るまで高速で行って、そこから下道で行こうかなと思って、神奈川あたりで下に降りればちょうどいいかなとは思ってるんですよ。名古屋とか奈良とか、あとなんだっけあの辺どっか名古屋は越えたいな、でもな、うん、だから和歌山だから名古屋は越えたいよね。次の日に影響したくないというか、うん、
名古屋越えられんの？大丈夫なの？わかんないけど、まあいっか。でもまあまあまあ、今のところはもうバイクで行くという感じですよ。いやー、どうなんだろうな。怖えな。ハザードついてるけど、まあまあそんな感じですよ。はい、まあ、今日はもう本当に他愛のないトークをね、してますけど、うん、まあご視聴いただいてありがとうございました。お付き合いいただきありがとうございます。はい、まあ長くなっちゃうといけないんで、この辺で切り上げたいと思います。それじゃあ、バイバイ。バイバイ。